仙台厚生病院は、宮城県仙台市青葉区広瀬町に所在し、一般財団法人厚生会が運営する病院である。専門は循環器、呼吸器、消化器の3領域であり、狭心症や心筋梗塞の手術件数では、東北地方の病院として最多となっている。仙台厚生病院は、第二次世界大戦中の1943年、 結核の治療を目的に、社団法人生命保健公正会が全国に展開した病院の一つとして開設された。それが、終戦直後の1945年10月、病院事業は継続のまま、東北大学高山菌病研究所の研究援助を目的とする財団法人公正会に開組されたのが、現在の病院の始まりとされる。 仙台厚生病院は、結核病院として設置された歴史的経緯から、慢性疾患中心の病院としての暗いイメージが、固定、長い停滞期を経て、破産の危機に瀕したこともあったが、その後は循環器、呼吸器、消化器の診療を専門とする紹介型、急性型病院に転換することによって、経営の改善に成功した。1996年1月には、 現在の病棟である、新病院が竣工同時に、心臓血管センターが新設されている。病院の立地は、東北大学病院の筋向かいであり、貸し段球場に位置することから広瀬川や仙台市街の風景などが眺望できる。2024年度に、東北大学部、キャンパス跡地への新築移転を予定している。新病院は409病床を設け、 完全個室化する方針。このほか天宮キャンパス跡地には、南東側にイオンモールが、商業施設、北東側に野村不動産と住友不動産が大規模マンションを建設することがそれぞれ決まっている。2011年1月、仙台厚生病院は、東北福祉大学との連携によって医学部を設置したい意向を明らかにした。計画された、医学部は、 仙台厚生病院のほか東北福祉大学仙台ホスピタルなどを大学病院とし、座学講座は、同大学の既存施設を利用した上、既存学部とも連携することが想定されている。同年6月には、検討委員会が設置され、仙台厚生病院は、東北福祉大学とともに、事業主体となり、自己資金110億円を準備の上学年定員100名の、 医学部を新設する計画が発表された。2013年12月には、学校法人東北学院との連携による、東北学院大学医学部構想も報じられ、三社間等で協議を重ねた結果、連携先として東北福祉大を選択。栗原市に校舎と大学付属病院を設置をする方針を明らかにした。また、 2015年4月を目指していた開学は、大学関係の準備が間に合わないため、2016年4月の開設を軸に検討が進められていると報じられている。しかし、文部科学省に対する応募期限である5月30日が迫る中、過疎地で病院を抱えて医学部を経営することに、福祉大が疑念を持ったことや、逆に医療過疎地への進出に賞賛を見出す。 厚生病院との間で祖語が生じた上、医学部病院の病床数や財政負担の見通しなどで足並みが揃わず連携解消に至った。解消を受け、厚生病院と栗原市から協力要請をされた宮城県が検討を重ねた結果、県立で医学部を設置する計画を文部科学省に申請することとなった。最大の懸念となっていた費用面については、 栗原中央病院など既存施設を活用していくほか、厚生病院から200億円、同市からも30億円の資金提供を受け、また国にも財政支援を求めるとしている。なお、設置に対し一部で会議的な報道もされているほか、東北薬科大学は独自に医学部設置の準備を進めている上、郡山市の総合南東北病院などを運営する。 一般財団法人の神経疾患研究所も既存の大学とは連携せず、大学を新設する構想を明らかにしていた。この医学部設置構想に合わせ、臨床研究センターの立ち上げを目指し、研究顧問として分子生物学者の加藤茂明を招聘した。 2014年8月28日、東北地方に医学部を新設する構想で、文部科学省の構想審査会は、宮城県の構想について、準備不足と指摘。東北薬科大が解消して設立する、東北医科薬科大学を選定したと発表した。仙台厚生病院は1999年12月、宮城県が管理委託方式によって、 仙台市青葉区に会員することを決定していた、小児専門病院、宮城県立子ども病院の運営主体に選定され、院内には、会員準備室が設置された。この選定は、第三者機関として設置された、宮城県子ども病院運営主体選定、評価委員会が公募に応じた3団体を審査し、決定された。AB、トレンドレビュー医学部新設の動きが、 活発化、日経メディカル2011年12月号、院長挨拶仙台厚生病院院長、石山修一一般財団法人厚生会、仙台厚生病院、強心症、心筋梗塞の手術数、7年連続東北一致です。当院の特徴仙台厚生病院のウェブサイト、平成23年12月10日閲覧、 ABC 党員の遠隔仙台厚生病院のウェブサイト2011年12月10日閲覧 ABCDE 財団法人厚生会仙台厚生病院分析仙台厚生病院院長目黒太一郎東北大学医学部教室委員会2011年12月10日閲覧移転の新仙台厚生病院409病床 完全個室化で24年度開業を目指す。河北新報。https://www.kahoku.co.jp:/tohokunews:/201909/2019090713028HTML2019 年9月23日。閲覧。abc。 宮城県医療機能情報提供システム宮城のお医者さんガイド宮城県医療政策課2020年8月16日閲覧救急医療体制について宮城県医療政策課2020年8月16日閲覧東北に根付く臨床医を要請したい仙台厚生病院が東北福祉大と連携し医学部新設を検討日経メディカル h t t p m e d i c a l n i k k e i b p c o j p ラ e シ f m e m p u b h o t n e w s i n t 2 0 1 1 0 1 5 1 8 0 9 0 h t m l 2 0 1 4年3月2日閲覧。ab、東北薬科大学医学部構想15年度にも、首相指示受け名乗り。 日本経済新聞。httpww. 日経 .com アーティクルヤグジュベンゾ60988130 r 1 1 c 1 3 a l 0 1 0 0 0 2 0 1 3年12月15日閲覧宮城に新設を目指す医学部の基本計画書総合医学部準備室2011年11月 東北学院大学医学部検討仙台、厚生病院、連携を打診。河北新報。http://www.kahoku.co.jp/.news/.2013/.12/.20131214t15025.htm2013、ah ok、ht 年12月15日閲覧。仙台厚生病院。 大学医学部の設置案宮城、栗原に。日本経済新聞。http://www. 日経。com、アーティクル、ヤグジュベンゾ67573170、Y4A220C1 リットル0 1 0 0零2014年3月1日、閲覧。東北地方の新医学部、先送りへ来春解説、マニュアワン 朝日新聞デジタル2014年4月11日、厚生病院医学部新設で、宮城県に協力要請福祉大主体を断念。河北新報を。 h t t p w w w k a h o k u c o j p t o h o k u n e w s 2 0 1 4 0 5 2 0 1 4 0 5 2 8 1 1 1 5 h t m l 2 0 1 4年5月30日閲覧。医学部新設、東北福祉大構想、断念県立での運営要望。日本経済新聞。 http://www. 日経 .com アーティクルヤグジュベンゾ7 1 8 6 5 9 0 0 x 2 0 c 1 4 a 5ル0 1 0 0 0 2014年5月30日閲覧 AB 栗原に県立医学部県が申請知事表明読売新聞宮城 Http://www. 読売 COJP ローカル、宮城、ニュース、2014万529を1トンと5万 435HTML、HTML? フロムイコールイカントトップ TXT2014 年5月30日、閲覧。四翼渦巻く、東北、医学部新設抵抗勢力の妨害で実現は、微妙。選択。 http://www.center.co.jp スラッシュカテゴリースラッシュカルチャースラッシュ post-3176 ド php2013 年12月15日閲覧医学部新設に猛反対する医師会に医療現場から怒りの声医師会大学自民党の攻防ビジネスジャーナル 06 h t t p b i z j o u r n a n l j p 2 0 1 3 0 6 p o s t 2 2 9 3 h t m l 2 0 1 3年12月15日、閲覧。郡山、脳神経疾患権医学部新設申請へ、法人設立、大学も、河北新報。 http://www.kahoku.co.jp:/tohokunews:/201404/2014041563021HTML2014 <ッ>、ok、年5月5日閲覧講演会仙台厚生病院2013年5月24日掲載 東北薬科第二医学部地域災害医療の構想評価。読売新聞宮城。httpww. w r i COJP ローカル宮城ニュース2014万828を1トンと5万 469HTML フロムイコールイカントトップ TXT2014 年8月29日閲覧 東北医科薬科第二医学部決定。河北新報。http www.kahoku.co.jp tohokunews 201408ス,ス<ッ> 201408291038html、まあ、20 2014年8月29日。閲覧。ご声援いただいた皆様医学部。 新設挑戦事業についてのお知らせ。一般財団法人厚生会仙台、厚生病院理事長、目黒太一郎。2014年9月8日閲覧。男性遺体取り違えて解剖仙台の病院、確認不十分。産経新聞2019.6、320時51分、2020年8月15日、閲覧。ありがとうございます。